にちは。本社東京原宿店長の島崎です。はい、セルフセット第3弾です。やろうと思います。この間染めてね、大谷に染めてもらってグレーにしたんだけど、色落ちをしてベージュになりました。太田と西野さんとお揃いですね。はい、今日はロレッタのね、ジェルで一瞬でセットします。もうね、濡らしておなじみですね、タオルドライ。マシッとしてください。で、まあちょっと濡れてるぐらいでいいかな。ジェルです、ね、ジェルもしっかりと取って、しっかりバシッと取ってもらって、しっかりこんな感じですね、ネバネバす。これをもう言ってください、バーッと。で、なじませるのを恐れてはいけませんね。で、ムラになりそうだったりとか足りなくなったらちょっと足しながらやってください。しっかりしっかりね、全体に馴染ませて自分がどういう風にしたいか考えてください。まあ僕はもう七三でお風呂目ぐらいから分けて、バーンって耳かけて、はい、完成です。はい、これ前下がりで切ってあるので、ナチュラルめにジェルでビシッとね、こういう感じですね。たまにはね、どうでしょうか、こういう感じのタイトめのスタイルですね。はい、で、もうなんかこうさらっとツヤっぽくタイトにやってあるんですけど、ジェルの場合ちょっとこうドライヤーで、自然乾燥でも全然大丈夫なんですけど、ドライヤーで弱風の温風とかちょっとこう風を当てて強制的に乾かしてあげることによって、もうカチカチに固まるので、ボリューム出したいとこ出しながら固める、で抑えたいとこ抑えながら固めるっていうのをやってあげると、いかがでしょうか。超簡単ですね。もう2分あれば終わります。はい、もう時間がない時とか、もう朝寝坊しちゃった、もうでもセットしなきゃっていう時、でも、 もうワックスつけてる場合じゃない、アイロンしてる場合じゃないっていう時、やってみてください。濡らしてもジェルでかけ、バーンかき上げて、ドライでパッパッ固めてあげる。もうスプレーも必要ありません。はい、ぜひやってみてください。はい、ではまた。ちょっとこれがね、ニキビさっき潰しました。痛いっす。はい、それではまたね、第4弾、ちょっと遅くなってしまいましたがね、第4弾もねまたやるので、はい、また見てください。はい、今回ご覧いただきありがとうございました。またお願いします。